カサブランカ沖海戦は第二次世界大戦中の1942年11月に実行された連合国の北アフリカ侵攻の際にモロッコのカサブランカ周辺海域で正規したアメリカ軍とフランス軍との間の戦闘。フランス艦隊が出撃しアメリカ軍の上陸戦団攻撃を試みたがアメリカ艦隊との戦闘で大きな損害をこむった。 統治作戦におけるモロッコへの上陸場所はサフイ、フェドハラ、メヘディアの3カ所であった。フェドハラはカサブランカの近くの場所である。この上陸作戦を実行したのは第34任務部隊で指揮官はエイツケントヒューイット少将であった。第34任務部隊の内カサブランカでの戦闘に参加したのは第34.1任務軍と第34.9任務軍及び 第34.2任務軍であり、次のような編成であった。アメリカ空母レンジャーの搭載機が撮影した、フランス戦艦、ジャンバール統治作戦実行時、カサブランカには次の艦艇が存在していた。これらカサブランカのフランス海軍部隊は、フェリックス・ミシュリアー中将の指揮下にあった。戦艦ジャンバールは偽装中であり、構想しての戦闘は不可能であったが38センチメートル手法は、 第一砲塔の四門のみ砲撃が可能であった。また、大型駆逐艦ルマランはドックに入っており、駆逐艦、タンペートとシムーンは衝突による損傷の修理中であった。このほか、カサブランカとフェドハラ周辺には、四門の 194mm 砲など、備えたエルハンク砲台など、複数の砲台が存在していた。カサブランカ沖で戦闘中のアメリカ重巡洋艦、 ウィチタカサブランカ沖で戦闘中のアメリカ重巡洋艦タスカルーサ11月8日、アメリカ軍第34.1任務軍はカサブランカ沖に姿を現した。フランス軍はアメリカ軍機に対して対空砲火を打ち上げ、7時1分にはエルハンク砲台も砲撃を開始した。そのため第34任務軍の戦艦マサチューセッツ重巡洋艦タスカルーサ ウィチタも、エルハンク砲台や戦艦ジャンバールに対する砲撃を開始した。また、空母搭載機もカサブランカ攻撃を行った。ジャンバールは多数の命中弾を受けて沈黙。一方、ジャンバールやフランス軍砲台の砲撃は命中しなかった。また、カサブライカ港内では、フランスの潜水艦、アンファトライティ、オーレーデイ、ラサイッキーが撃沈された。 アメリカ軍は8時35分に戦闘を中止した。アメリカ軍による攻撃が続く中、8時15分に、フランスの大型駆逐艦ミラン、アルバトロス、駆逐艦、ブレストア、ブーロネー、フグー、フロンデュール、ラルションが、ゲルベド、ラ・ホンド少将に引き入られて、カサブランカから出撃を開始した。フランス艦隊は、レンジャー搭載機から、機銃装車を受けて、 ラフォンド少将が負傷するなど損害を出すも北東のフェドハラへ向かい上陸中のアメリカ軍を攻撃して若干の戦果を上げた。また、8時34分にアメリカ駆逐艦ラドローに命中弾を与えた。フランス艦隊の接近に対し、ヒューイット少将は重巡洋艦オーガスタ、軽巡洋艦ブルックリン、駆逐艦ウィルクス、スワンソンに迎撃を命じた。また、 キュイット少将は第34.1任務軍のギフェン少将にもフランス艦隊攻撃を命じた。オーガスタとブルックリンが現れるとラフォンド少将は艦隊を反転させた。フランス艦隊とアメリカの巡洋艦2隻は砲撃戦を行ったが、この時点では両方とも命中弾はなかった。9時15分にラフォンド少将は再度進路を東に変更したが、9時18分に 第34.1任務軍が戦闘に加わった。また、この頃カサブランカから、フランス系巡洋艦プリモゲも出撃した。オーガスタとブルックリンは、第34.1任務軍が到着すると、上陸支援に戻った。フランス艦隊は、マサチューセッツ、タスカルーサ、ウィチタからの攻撃を受け、 フグーがマサチューセッツを呼びタスカルーサの砲撃が命中して沈んだ。一方、マサチューセッツにもエルハンク砲台からの砲撃が命中した。東の方では第34.1任務軍が魚雷を避けるためなどで、西に離れたためフランスの駆逐艦が再びに上陸船団に接近した。このため、ヒューイット少将は9時51分にオーガスタ・ブルックリン、 クチクンスワンソン、ウィルクス、ブリストルに迎撃を命じた。10時12分、ブルックリンの砲撃がブーロネーに命中。ブーロネーは11時12分に沈んだ。10時46分、ブルックリンが被弾したが、不発であった。11頃、弾薬節約のためマサチューセッツは砲撃をやめた。11時台に、プリモゲ、ミラン、ブレストア、フロンデュール、 アルバトロスが被弾した。アメリカ側では11時28分にエルハンク砲台の砲撃がウィチタに命中した。南西から敵巡洋艦が接近中であるというものとフェドハラでフランス軍の士官との会談があるとの情報により11時45分から50分頃アメリカ軍は戦闘を停止した。しかし前者は誤情報であり 後者も海上戦に影響を与えるものではなかった。出撃したフランス海軍艦艇のうち、戦闘後も無傷なのはラルションのみであった。プリモゲとミランは格差し、フロンデュールとブレストアは港に戻ったものの翌日、転覆した。11月8日午後、第34.1任務群がご情報のために死に、離れている暇に、フランスの駆逐艦、丹平とシムーン。 通報官ラグランディエール、総海艇ラグロスス、コマンタントデラガが生存者救助のためカサブランカから出航した。これに対しオガスタ、ブルックリンや爆撃機が攻撃を行った。戦闘は13時12分に開始され、ラグランディエールが損傷した。この戦闘の間に、アルバトロスが引き船に栄光されて港に戻った。 カサブランカのフランス潜水艦11隻のうち5隻、アメリカ軍の攻撃前に出航していた。港内に残っていた潜水艦のうちアンファトライティ、オーレーデイ、ラサイッキーはアメリカ軍の最初の攻撃で撃沈されたが、残りは出航した。フランス潜水艦はアメリカ軍艦艇に対して来撃を行ったが、命中させることはできなかった。セブル、シディ、フェアルク、メズ、 コンクラン、タネントが失われ、生き残った潜水艦は、オーフ、アンチオペ、アマゾネのみであった。11月10日、フランスのラグロスス、コマンタント・デラガが、アメリカ軍に対する艦砲射撃を実施しようと、出撃したが、アメリカ艦隊に迎撃されて撤退した。この際、フランス戦艦、ジャンバールがオーガスタに対して、砲撃を行った。これに先立つ11月8日、 アルジェに合わせたフランソワダルラン元帥が北アフリカの全微いフランス軍と連合国軍との間に講和を成立させた。このため11日にはカサブランカでも戦闘が終わった。同地に残ったフランス軍戦力は自由フランスに合流した。ありがとうございます。